スターを最初見た時に彼がマイクを前にして伝えながら太鼓を叩いていると、そういう写真見ましたね。僕も感動しまして、僕もこれをやってやると思いました。ビートルマニアっていう言葉がありましたけども、まさに僕がそれで、ハードデイズナイトっていう映画があったんですけども、それを54回見たっていうのが僕の自慢です。高校2年の時に、近所のレコード屋さんでビートルズを知りました。それ以来ビートルズから離れられません。